上総神社は、和歌山県新宮市の神社。熊野三山の一山である、熊野早玉大社の拙者。境内地は、国の史跡、熊野三山の一部、及び、世界遺産、木遺産地の霊場と三景道の一部である。山道六の鳥居上総神社は、熊野早玉大社の拙者である。新宮市中心市街地北西部にある地方が、峰野市、ピーク、 神倉山に鎮座し、境内外苑は直ちに断崖絶壁になっている。山上へは、源の頼朝が寄進したと伝えられる、旧勾配の鎌倉積石段538段を、登らなければならない。山上には、ごとびき岩と呼ばれる巨岩が身体として祀られている。この岩の根元を支える傑山岩といわれる岩の、周辺には京塚が発見されており、 平安時代の教頭図が多数発掘され、そのさらに仮想からは、銅鐸編や、滑石製模造品が出土していることから、神総神社の起源は、岩倉信仰から発したと考えられている。神総神社の創建年代は128年頃と言われているが、神話時代に遡る古くからの伝承がある。古事記、日本書記によれば、神倉山は、 神武天皇が統制の際に登った天の岩立ての山であるという。この時、天照大臣の子孫の高倉加盟が神武に神権を捧げ、これを得た神武は天照大臣の使わした八タガラスの道案内で軍を進め、熊の山とを制圧したとされている。しかし、熊野権現五衰弱演技には神権と神、倉山を結びつける記述はないことから、 熊野岩立を神倉山と結びつける諸説は、鎌倉時代以降に現れたものと考えられている。熊野信仰が盛んになると、熊野権現が諸国変歴の末に熊野で最初に降臨した場所であると説かれるようになった。この説に従えば、熊野三所大臣がどこよりも最初に降臨したのは、この地であり、そのことから熊野根本。 神倉権現あるいは熊野早玉大社奥院と称された。平安時代以降には、神、倉山を拠点として修行する修験者が集うようになり、熊野三景記にも幾度かその名が登場する。平家物語巻十の平これ森熊野三景の記事に登場するほか、永三十四年には、足利義満の即室北野殿の三景記に、神の倉三景の記述が見られる。 鎌倉時代の県庁3年2月14日には火災により消失したが、執権の宝城時よりより女性を与えられて再建された。中世の神僧神社は神僧政と称される社僧のほか、その下役の残儀坊、明神寺、下言院、宝釈院、三学院の神僧、本願四家事が運営にあたり、中の地蔵堂、山堂、曼荼羅堂などの維持管理にあたった。 南北朝時代の動乱による、後輩の後はもっぱら明神二次が、漢人権を掌握した。協力四年付の古記録、新総裁作り遺書によると、神、倉山の神社仏閣は、児童天皇の時代に、裸行商人により建立されたが、その後後輩したため、遠徳元年に、明神二次の明順二が、神僧神社の最高のための漢人を行い、 さらに大英年間から協六4年まで、弟子の勇珍にらと共に諸国をめぐって、放賀を募り、これによって、最高を成し遂げた。戦国時代から、近世初期にかけても、たびたび災害に見舞われているが、中でも、天正16年には、豊臣秀長の木材奉行によって放火され、境内がことごとく消失した。翌年には、勇神にのほか、 金倉某助信及び熊野新宮の落木予防、行満の二人の主言者の協力を得て、最国9カ国に肝心に赴いている。近世以降は、紀州徳川家や新宮領主の朝野氏水野氏の数計を集めた。慶長7年、1602年には、朝野氏より車両として63国を与えられたほか、昭法二年には一年の紀藤料として、 米三国六都と東明両米一国八都が与えられたとの記録が見える。拝殿、金属風土器が伝えるところによると、金星の境内には、社殿と波群のほか、崖上に崖作りの拝殿があり、大黒天を祀る、極書抹社として万山社、小安社、中の地蔵堂などがあったが、明治3年の台風で倒壊し、その後荒廃したため、 1907年には、熊野早玉大社に合資された。しかし、1918年、岩下に祠を再建したのを手始めに、昭和期に、社務所、鳥居などが再建された。現在は、社務所に、常駐の新職はおらず、熊野早玉大社の境会社の扱いである。朱印や御札などは、熊野早玉大社の社務所で取り扱っている。御主印には、 熊野三山元宮と記載されている。神祖神社境内は、熊野早玉大社境内地の一部として、国の史跡、熊野三山に含まれる。史跡、熊野三山は、世界遺産、紀伊山地の霊場と三景堂の構成資産の一部。後藤祭では、大勢の男たちが、この荒々しい石段を駆け下りる神、倉山の石段夫下馬標石は、 神倉山山六から山上境内へ続く石段、及び上荘神社入り口に架かる太鼓橋の傍らに立つ標石である。石段は538段を算し、自然石を組み合わせて築かれたもので、幅は平均約4メートル、高さと奥行きは一定ではないが、おおよそ高さ25センチメートル、奥行きは30から40センチメートルである。 一般には研究4年に、源の頼朝が寄進したと伝えられるが、わずかに、熊野年代記の記事がその旨を伝えるに過ぎない。下馬標石は、漢文12年名のあるもので、黒雲木加工半岩性、高さ1.59メートル、幅43センチメートル、厚さ17センチ、同じ材質で、地上高26センチメートル、幅80センチメートルの大石上に立っている。 国名によれば、欧州は南部シワ軍の人物が子孫繁栄を記念して熊野三景七度を達成したことを記念したものとあり、欧州の熊野信仰を今日に伝えている。境内にはその他に、新宮市指定の有形民族文化財三県があり、1989年3月25日に指定された。神総神社の長寿鉢一基は、 新宮城第二大城主の水野重吉から寄進されたもので幅1.9メートル奥行き91.0センチメートル高さ60.0センチメートル黒雲も加工半岩の巨大な一枚岩を刻んで仕上げた江戸時代のもので寛永8年2月の命がある上総神社の長津船一基は1956年からの三条境内における鳥居玉垣補修工事の際に 発掘されたもので、幅 88.8cm、奥行き 53.0cm、高さ 34.0cm、南北朝時代に作成された左岸製船形の長図鉢で、現在は熊野早玉大社境内に移設されている。円の三方は波形で、一方だけが直線という形状で、慶安四年の死入名がある。 笹具八度三景碑は9時8日町の住人、吉田金衛門なる人物が、熊野門王で八海を遂げた記念として、宝永五年に奉納したもので、困難を押して、三景を遂げた、欧州人の熊野信仰の記念碑である。後藤祭熊野に春を呼ぶ、男の日祭りとして、毎年2月6日夜に再行される。約2600年前、神武天皇統制の際に、祭神、 高倉亀が松明を持って案内したことに由来するとの故事もあるが、期限は熊野年代期に微脱天皇3年とされる。JR 規制本線新宮駅下車熊野交通の路線バスで裁判所前下車、または徒歩15分。ありがとうございます。